そしてタイガースはここで代打北条文也がつけられました。代打北条です。初球高めに外れました。左肩の手術を受けてシーズン復帰ということになった北条。さあこの辺りどうか、レフトが下がって、ここはレフト小田が追いつきました。スリーアウト。北条代打で登場してきましたが、ここはレフトフライに終わっています。7回の裏タイガースは0点です。